お、さあ、神殴り来ましたよと。面倒ね。マンチヒール捨ってますか。75% 外し、いや仕方なくない、なくないですか。なんか 10% とか 20% 外しだったら仕方ないと思いますけど、確率高い方なんで仕方なくはないっすよね。確率低くてね、あれだったらまあ仕方ないかですけど。どうかして、ケイリュウさん、シアン難しいっすよね。あ、本当っすか。シアン結構バリア系強いっすけどね。まあ相手のご両親がどうかっていうところですね。のんびりすればするほどこっちに部があるんで、それがね、どうなってるか。さあ最速ミューズ来られましたよと。お、ナナさんこんばんは。オセロニアってどの年代が一番多いんだろう。なるほど、確かに。まあ10代かな、やっぱ10代が多そうに思えますけど、まあ多いかどうかは分かんないですね。まあこれ X かな。いや X 来るよね。スパイクス来るよね。こういうパイセンか。まあ、バイセンを置いて取ってきて金馬を打ってどうなるか。あ、ケイリーさんね、極限シアン使ってると。まあ強そうですね。ただちょっと竜の HP 下がってるんで、それがね、どうなってるか。これは B の4もあるかな？そっちか、普通に。さあ代償を受けてもらいまして、結構痛いんだが 60% 反射しつつ、次ね、ダブコンプラス金まで、耐えられるかどうか。さあ金馬置いといて、ちょっとミューズコンボがだんだん強くなるから、そこだけ注意ですね。怪しいものではない。私は皆に服を届けに。次は遠野とかになるのかな。アラクはやばい。アラク行かれちゃったかな。これは飛ばされてしまうのか。いや待って、これさ、こうじゃない。これどういう意味かっていうと、普通これ E の1にコンボ組まれてやばそうに見えるんですけど、次ね、A の2に置くと A の2ダクアサで相手のコンボスキル全部仕分けますね。ただそれで、うん、勝てんですかって言われるとだいぶ怪しいよと。ワナゴマこれどっち出るかな。あー、そっちか、取られちゃうな。これバフでいかれそうっすね。さあ金麦しっかり、まだ金馬一旦あるか。バス張りか、バリア置きますか。どういう風にバリア置こうかな。まあこれでいくか。じゃあ俺から行くね。まあ4枚返しするしかないかな。まあ金馬プラスバスバリア張ってるから耐えてほしいけどね、コンボないし。ただバフはね、ほぼマックスと。OK、空から突撃して来られまして、まあカットしつつ、反射しつつ。いや、これ強えな。ダクアサ刺さりすぎだろ、これ。さすがに。楽にしたまえ。今のダクアサ完璧だったね。OK、いっ。急いで。よし、まあ、若干引き強かったか。オッケー。さあ、つくよみ来たよと。面倒ね。さあ初手はイシケかな。さあ初手イシケやっといて、あ、マイティのねボイスも結構気になりますよね。逆再生ってね噂聞いているんだが、さあ風車来るか、まあ、仕打ち支援を警戒して、うん、他の手筋もありましたけど、まあ、普通に仕打ちと。共に行きましょうか。お、金馬手厚いか。
まあ、仕打ちシーンはいきますか。さあ、今んとこ次に置きたいキャラクターが、あまりいないんですけど、どうでしょうか。神主さんはね、打てないですね。あ、そこなん、あ、そうか、一枚返しってこと？これむずいね。まあ、ダブコンあるけど、まあ、ベルグ、いや、金馬か、ベルグか。まあ、さすがに金馬でいくか。ちょっとあまり打たれたことない進行で、戸惑っているんだが、さあ、馬、使ってきましたよと。今日ね、結構引きいいっすよね、僕。なかなかいい感じですわ。で、これで E の位置かな？なるほど、アンチいる。まあ、あんま関係ないかな。さあ、ベルグも置きたいんだけどね。ちょっとベルグだと相手の、おっと？なるほど。やべ！これあれか。じゃあ、ベルグ打つしかねえのか。いや、ちょっとここ不本意だな。バイス打つのかな。バイス3枚返し？いや、冴えないか、それ。いや、ちょっとわかんねえ。バイス捨てる？まあ、ダブコン使っといて、とりあえず石は取られないですね。ただ相手のメリッサコンボね、あの雷撃なんであんま関係ないかな。さあ、勇気、使ってきますよと。 100% 勇気使ってきまして、ただこっからちょっと相手の S ゴマ怖えな。楽にしたまえ。グノーか。グノーやっとく。うん、やっときましょう。ちょっとダークアサシンの確率上げるためにもグノーやっときますわ。局面はね、これ3枚貸しやってもそんなに悪くなんないと思うんで、 C の6は B の4に置けますし、まあ、大丈夫そうかな。あ、そこあんのか。いや、そこちょっとやべえか。いてー。一回ね、相手の方の心理としてはスーちゃんライフ場なんで、まだ使ってこないと思うんで、これで相手のキャラクター4枚貯めさせといて、ダークアサシンいきましょう。まあ、バイセも取りたいと思うかな。石取るかバイセ取るか。まあ、石取り臭いかな。ああ、そういう感じ。いかつ。ただそれは、まあ、一応コンボフにしとく、まあ、これでいいんじゃない。まあ、のんびりやっといて。まだノートいるんだよな、実は。あと、こっちのコンボがあんまねえっていう。こんな感じですかね。まあ、相手にね、ちょっと石取られたくないんで、こんな感じでいきましょう。まあ、最悪バスバリもあるし。うん、若干やっぱそこやばいよね、右下 X。いや、そうだよな。まあ、ただ反射していって、まあ、飛ばせるか。オッケーオッケー。オッケー。ダークアサシン手厚いね。グノートダークアサいいね。おお、なるほどね。ギルガメッシュ、そういうのもいる。よろしくお願いします。さあ、こちら、先手番でして、ちょっとむずいか、これ。グノーいるけどね。まあ、ちょっとバイセス出るか、これは。しゃなしの間方 X 来るかな。さすがにどうなんだろう。ギルガメッシュはシアンタイムで X 来るんですかね。ただこっちはね、ちょっとシアンデッキなんで、どうなんでしょうか。さあ、相手の方、まあ、当然ね、普通に打ってきたんですが、まあ、こっちもね、シアン打っていきましょうか。まあ、とりあえず次、グノーかな。さあ、これはね、コンボ封印しがいがありますけど、ただ、まあ、いつね、引いてくるかっていうのがありますね。
とりあえずグノーはいますが、最後ね、バフでしっかりと置いてきまして、ただね、結構雷撃ダメージが、飛んできがちなんで、まあ、しっかりと投矢とかで、防げればいいんだが、特殊に関してはね、特殊通常はね、この石がね、返してくれるんで、そこはいいんだが、さあ、ここでグノーを使っていきましょう。よいしょ。さあ、これで相手の召喚は、まあ、増やせませんよと。さあ、あとは、こっちはダークアサシンを引くだけかな。今のところね、ちょっとバイスのコンボスキル食らっちゃうんで、まあ、X から暴れてくるんですけど、しかし雷撃がいて、さあ、メリッサ来たか。いや、ここどうしようかな。まあ、とりあえず、バイスコンボスキル残ってるの意外と痛えか。いや、ダークアサシン欲しいな。で、S ゴマがね、どんな感じかっていうのを、ここは結構特殊出してきましたね。まあ言ってもね、60% 反射なんで、まあ受けきれるっしょっていう、そういう感じかな。痛え結構 HP 差あるんだが。おお、アンチヒールはどうなんだ。ちょっとあんま刺さんなそうですかね。さあ、こちらなんだが、まあ空風林、これは打点で使いたいかな、ちょっとね。どうですかね。アンチヒール置いてもちょっといまいちか。まあちょっと打点でいきましょうか。一応ね、もう一枚バリアいるんで、まあこんな感じやっといて。さあ、石もね、出しつつ。さあ、ダメージも出しつつ。さあ、これでようやく HP がこっちがね、まくりましたよと。ちょっと S ゴマが分かんないな。あー、マリアン、パイセン。なるほど。確かにね、強いね、それ。まあ、反射はできますけど。トウヤか。まあ、とりあえずトウヤは置くか。さあ、これで、反射しつつ。そっちか。まあ、しゃあないね、これは。さあ、カットされつつ、ここは一回猫足恋風やっといて、まあ、C の6に猫足恋風かな。でもダブコンか。ちょっとそれがどうなってるか。ダブコンはちょっとやばいかな。 A の2かな。おっと、ダークアサシン、待て。ダークアサシンパイセン、じゃあやっとくか、これ。どうしようかな。これでいいかな。さあ、ダークアサシンパイセンで3枚コンボ封印していく。ただ、残念ながら、石は取られると。これがダークアサシンの強さよ。3枚封印だからね、相当だよね。で、殴ってこられるんですが、しっかりね、受け切りました。トウヤもね、残ってるんで。じゃあ、バイセンかな。まあ、なんかね、もしあっても、こいついるんでね、カンロジさんが。行きましょう。対戦、よっしゃ。いいね、やっぱ紙デッキには相当強いな、ダークアサシン。1枚返しだろうと、何枚返しだろうと、3枚封印するんでね。あ、そういうことか、デッキの幅増やしたいっていう意味で、超駒引くってことか。でもそれだったら、なおさら引かないで、新シーズン待った方がいいんじゃないですか。まとめて引いた方がいいような気がしますけど。どうかした。お、俺さんこんばんは、いつも。あざます。さあ、問題は次何打つかなんだが。さあ、消せないところに、登場よと。バイセですかね。このデッキもしかしたらアンチヒールいらないかもしれないな。アンチヒール打ってドカンと打点出るようなデッキだったら、相手の 50% 切るタイミング狙えるけど、ちょっとこのデッキ結構ディフェンシブなんでね、アンチヒール置いてから次バシンって削るっていう手が、ややりづらいっていう。さあ、メリッサかな。これちょっと石、あれっすね。D の2に出そう。お、そっちか。おお、運いいね。で、次、アンチかな。こいつのコンボあるもんね。ブランジェッタ。まあ、まだね、雷撃の方が強いけど。とはいえ、置くキャラもいないんで。さあ、防御の方で使ってきましたよと。
うのです。さあここよ。わざわざコンボ使わなくてもいいのかな、使ってもいいのかな。まあこっちにしますか。さあ一応アンチ置きましたが、まあ、これは 50% のあれじゃなくて普通にちょっとブランジェットのコンボスキル使いにくくした手ではありますけど、まあでも左上かわしかな。水さんこんばんは。デイナさん、なんか1個で引けるやつ、なんか1個で引けるやつとか夜明け狙いの30連戦撃、あ、30個戦撃とかなると引いてるけど、なるほど、まあ、安い分はいいのかな。お安くなってる分は。お、なるほど。ダクアサ来たけど。まあ、行ってみる。ただこれね、結局ここコンボ封印しても相手の、B の6は食らっちゃうんで、まあバリアとかシールド張りたいけど、何来るかな。そろそろペトラかな。ペトラ数来ますかね。おお、なるほど。まあ無視か。確かに。まあ全然無視して OK よと。さあ、こっからどう攻めるか。まあ一旦東野パイセンかな。まあこっちでいいか。で、石取ってくると思うんで、そこで自分がどうするか。回復入るからな。いや、バリアバリアで耐えるか。これは右下 X じゃない。なるほど。さあ、これ次受けられるかどうか問題か。いてー。プラス3000でしょ。いや、ちょっと無理か。金馬来たけど、じゃあ俺から行くね。さあ、HP が8200。まあペトラはいやセーフか。いや待って、相手の方全部オーダー使ったか。で反射があるんでね、これ東野の。お、ウィブですか。まあそこそこ反射しといて、これいけるかな。ちょっと苦しいか。でも行くしかねえか。行きましょう。あー、音弱えな。無理か。ギリギリ900か。まあそこそこ足りてたっちゃ足りてたか。 OK。 お、さあ神殴り来まして、 HP 高いな。さあ先手番引きましたよと。これむずいな。まあ、メリッサで X 打ち来るかどうか。 X 打ち来るんだったら初手に見光でもよかったか。あ、そうですね、ロロアーナですね。ロロアーナが両面ブレイズホーリーのはず。さあ、まあ当然ね、 X 打ち、来られまして、アンチはいらないけど、まあ一旦デバフ。さあこれはグノーとかコンボ封印でしっかりやりたいですね。がしかし引けるかどうか。うわ、デバフいなされたわ。さあ若干だるいんだが、お、ダークアサシン来たけど、ただ4枚必要だからね、相手の駒が。なかなか神殴りではね、4枚到達するのはちょっとむずいか。さあ、こっからっすね。お、バシバシ殴っていく。バシバシですか。え、いてぇ。さあ、ヤーカ？さやかですか。まあ、一回置くだけ置く？で、混獲されるっしょ？で、一回左上 X 打って。でコンボ封印かな。どんな感じにコンボ封印しよっかな。あー、ミューズか。ミューズは痛えな。覚悟はいいかしら。さ、まあデバフですかね。3枚返しだからな、ちょっと怖いか。しかもね、罠、取られちゃいますよと。まあ、次はね、一応コンボ封印できるけど、ただ、やや苦しいか。
甘く見ないことです。さあ無事コンボ封印はできるんですけど、お、そういうコンボ封印ある？まあこんな感じかな。ただ普通にバフでやばいっていう説がありますね。さあ回復やっといて、毒もぶち込んどいて、ちょ、Sゴマ欲しいな。この向かい方乗り切ってみせよ。金馬はちょっともう遅そうだから、バスバリで耐えるかどうかっていう感じですかね。まあ相手の方はどうだ。これいや、春秋でコンボを増やしに来る。バフ消しですかね。投薬か。一番。いや、ちょっと苦しいか。一応コンボ封印できますけどね。コンボ封印はできるんですけど、バフがな。結局、バフ消しながらのコンボ封印かな。まあ、それぐらいしかないですかね。ただ、石取られちゃうな。さあ普通にぶん殴られるんですが、いやマジで S ゴマ楽しく戦えればいい。オッケー、ここでの S ゴマでかすぎが、しかしこれはどこに打つ。回復もされたくないんですよね、あんまり。いや時間なかった。俺から行くね。4枚返しやべえか。4枚返し数がやばいか。ダメージ出した方がよかったかな。右上で、右上 X でコンボ使ってダメージ出して、まあ、石がどうなるかっていうところっすね。3000だから、ああ、なるほど。一応耐えましたが、こっちが飛ばせるかどうかっていう勝負か。今んとこ無理だね。ああ、もう一丁バスバリ。まあアタック込み込みでいけるか。いきましょう。急いで。いけ。オッケー。ギリギリコンボ封印しまくって芝居でいく。